様こんにちは、九条城太郎です。あ、間違えました。きんぴらごぼうでございます。よろしくお願いいたします。今日はカプレーゼを作っていきたいと思います。そしたら使っていく材料ですが、オイルサーディン1缶、バジル適量、モッツァレラチーズ 100g、 トマト1個、粗挽き黒胡椒適量、あとお塩を適量使います。今日はピンクソルトを使います。普通の白い塩でも大丈夫です。それとオリーブオイルを使います。そしたらモッツァレラを切っていきます。バジルを軽く洗います。そしたら一旦トマトとチーズを盛り付けます。そしたらオイルサーディンを使います。そしたらお魚を盛り付けます。じゃあバジルを置いていきます。あとは塩を適量お好みに振りかけてください。続いて黒胡椒をかけます。最後にオリーブオイルを適量かけます。はい、美味しそうにできました。早速いただいていきます。いただきます。チーズがとってもフレッシュで、オリーブオイルとよく合いますね。お魚がすごくバジルと合いますね。美味しいですね。お酒のつまみにもなりますね。今日はカプレーゼを作ってみました。いかがだったでしょうか。すごく簡単に作れますので、ぜひ作ってみてくださいね。この動画がもしよければ評価、グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやってますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらごぼうじゃんけんタイム。キンキンピラピラじゃんけんチョ、バイバイ。